皆さんこんにちは。引きこもしわけございませんでした。本当に申し訳がございません。あのですね、謝罪から入りましたのは理由がございまして、ハリジュンさんよりいただきましたお便りにその真相が隠されております。ですので、まずは早速そのお便りから拝見したいと思いますね。じゃん。ペンネーム、ハリュリュンさんよりいただきました。マックの月見メニュー、期間限定はきなこ味の月見マックシェイクと黒蜜とわらび餅の月見マックフルーリーがあるのは知ってましたが、わらび餅があるのはマックフルーリーだけだと思ってました。勉強不足でした。なんてこったー。あのですね、僕ちゃんとあの見てませんでしたよ、本当に。あの最後まで、はい。あー、なるほど、あれか、きなこ味と黒蜜とわらび餅かまでで、あのちゃんと見てませんでした。あのですね、もうこれは本当にハリリュンさんが正解でございます。ハリリュンさんが正しい方でございますよ。僕が間違ってました。僕が、はい、そうですね、あのシェイクは確かにきなこ味です、期間限定が。そしてあのわらび餅に関してはシェイクではなくフルーリーでしたよ。フルーリー、はい。ということはですよ、このフルーリーというのはあれですよね、アイスみたいなことですよね。ですから万が一あれですよ、ああわらび餅のシェイクだと言ってストローで吸おうものなら喉とか詰まらしちゃって天に召されちゃう恐れございますから、気をつけてください。僕が間違ってましたから、はい、僕のミステイクです。本当に各関係者皆様、そしてハリリュンさん、申し訳がございません。もう本当にちゃんと確認しないこと、僕はいつもながら本当変わらないのですよ。昔からそういう早とちりするんです。ですので僕が何か間違ってること言ってましたら、あーそこはリス、そこはそうじゃないよっていうことをどうかお気軽にご指摘くださいませ。はい、僕は常に間違いが多いリスであることを皆様もお忘れなくお願いいたします。そしておぼろげながらの知識と記憶で物事を喋ってますので、あーなんとなくこうだったかもしれないなということは特に危うい情報ですからね。そういう場合はあーリスの言うことだからまあ間違ってるかもしれないなぐらいの感じでお聞きくださいませ。そしてこれはですね、この放送はあくまでも架空の出来事かもわかりませんし、そうした問題かもわかりません。はい、そういう世界観でございますから、ここに出てくるものは本当にあれですよ、架空のものだと思いますよ。そのなんか月見メニューが期間限定っていうお話もあくまでもそうしたものがあったら、そういう世界があったらなっていうようなことでございますから、現実のものとは別であるようなことかもわかりませんことをご了承くださいませ。はい、あくまで仮定の話でございますよね。ねえハリリュンさん、ねえ、ということでしてですね、以上でございますよ。はい、そしてハリリュンさんよりはお一言もいただいておりますので、それではお一言に移らせていただきますね。お一言いきます。じゃん。英語は以前言ったことあって
かつ覚えてないとのことでミスったかなと思いましたが、リス君の英語の発音とボイスがめちゃくちゃ良すぎたので、続けて英語の一言いきまーすとのことですよ。なんてこったー、またもや英語じゃないですか。またもやこれはあれですね、いたずら心かと思いますよ。本当に前回の英語で僕これ覚えられないやって言って挫折したではございませんか。そこをあえて英語でお一言くださるとは、これはいたずら心のほかございませんよ。やりますね、ハリリュンさんてば。ハリリュンさんてばいたずらっ子ですよね、この子の、この。ではそのお一言ですけども拝見いたしますかね。じゃん、なんだこれ、なんですかこの単語、初めて見ましたよ、初めて。初単語ですよ、初単語。初単語ということはですよ、単語の節句みたいなようなことじゃございませんか。はい、うまいこと言いましたよね。僕今回かなりうまいことこれ言ったのではございません。単語の節句とかこれなかなか言える方言えませんよ。はい、やってみましたよ、ちょっと今回は攻めてみましたよ。どうですか、もう恥ずかしくなってきました、だんだん。はい、もう僕この今回の放送謝るし恥ずかしいしでボツにしました。ボツに、そんなこと言っちゃあれ怒られますよね。はい、そしてこれものすごい難しいです、もうなんて読むか分かりません。ですのでちゃんと調べてから発音はしてみますが、そうですね、日本語訳だけ皆様にお教えいたしますね。ではハリリュンさんから受けたまわっておりますので、ではその日本語訳言いますよ。発音が良いねとのことでございます。はい、まあまあ本当にそれはお気を使ってくださってのハリリュンさんのお言葉ではございますので、僕も間には受けないようにはいたしますが、ありがとうございます、そう言ってくださいまして。そしてじゃあ今回も苦しいながらも言わせていただきますよ。ではもう長くなりましたので行きますね。それでは行きます、ハリリュンさんよりの一言どうぞ。The pronunciation is good.